チームメンバーは、急に死ぬ、黄色、なんで皆さん、マジか。まあ皆さん、出てきてやりよった。さすがにもう、マジかですね。本当に面白いです。はい、コズの趣味部屋へようこそ。はい、今回はですね、タイトルにもあります通り、天下一不動産にね、行ってまいりました。と言ってもね、戦いに行ったわけではないです。はい、まあね、天下一不動産って何なんだろうっていう話ですけどね、私も最近本当ね直前まで知らなかったんですけどね、まあこういうのがね、なんか池袋サンシャインシティでやってたんですよね。はい、で一応ネットで調べたらね、まあいろいろ物販コーナーもあるし、まあいろいろなんか展示物とかもあるみたいで、まあ本当なんだろうね、まあ結構遊べる要素もあるみたいな感じで、で一番いいのはね、今ドラゴンボールスーパーのコミックを書いてる豊太郎先生のね、サインがね先着100名にもらえるということでね、結構ねそれ目当てで行った感は否めないです。はい、でね、実際、サインもらえたのかというとね、実はね、サインもらえる時間がですね、10時から、13時、あれ何時だっけ、あ、そうですね、13時半までなので、まあ、これを見れば分かりますけれども、日程がね、毎週土曜日になりますね、3週にわたってやります。はい、朝10時から13時30分までイベント会場物販コーナーで、コミックスをお買い上げの方に先着順でサイン会に参加できる整理券を1枚差し上げますということでね、私がね、現地に着いたのがですね、13時20分ですで先着順ですからね、まあお察しの通り全然間に合いませんでしたまあ着いたのは13時30分前には着いたんですけど、もうその時点でも完売、整理券の配布終了ってなってましたね。いやー欲しかったな、あのね、悟空の、実際俺コミックにサイン書いてくれるのかと思ったら、悟空のイラストを描いた色紙にサインと、本人の名前を書いてくれるらしいんですよ。そのね、自分の、サインを書いてくれるみたいです。はい、なのでね、まあ、ある意味、その代わり、ニックネームとかね、別の人の名前とか名前なしとかはできないんです。完全に自分の名前じゃないとサインをもらえないっていうね、転売屋対策をされてるみたいですね、今回は。はい、ということでね、ちょっと悟空のイラストがすごいかっこよくてね、そこに、自分の名前書いて豊太郎先生のサインが書かれるんで、すげえめっちゃ欲しいんですよ。なので、19日、来週の土曜日、私、朝一で並んでいきます。はい、これ完璧にね、もう気合い入れて並んできますよ。絶対にもらう。はい、先着100名だからね、と早朝行かないとダメだね。もう朝10時なんてね、ぬるまったいこと言ってらんないですよ。もう8時半ぐらいにはもうなんかね、ツイッターとかでつぶやいたら、もうすでに何十人かもう並んでたみたいですからね。私は、7時半ぐらいに現地に着いておこうかなと思ってます。はい、ということでね、まあ、そういうのもあってね、まあ、実際サインは、もらえませんでした。はい、ということでね、まあ、一応物販もいろいろ見てね、まあ、その中でね、パンフレットがありましてね、近々、一番くじやるみたいですね。はい、1回620円 A 賞が、ベジットブルーですね。はい、B 賞がスーパーベジット、まあ、スーパーベジットの方が欲しいな俺、うん、で9月16日土曜日、ローソン書店、ホビーショップ、ゲームセンターなどで、発売予定と。で C 賞が、色紙のみです。この3種類しかないですね。まあほぼほぼ多分色紙が出ると思いますけど、まあでも色紙でも俺全然いいけどね。
だからこれ絶対引きます、はい、10回は引こうかなと思いますね。で裏を見ると、こちらですね、今絶賛発売中の、ドラゴンボールスーパー悟空フェスのね、その1が、今出てますけどね、これも、買います。取るんじゃなくて買います。はい。でその2もね、これの色違いなんですよ、実際飾ってありました、展示会に 展示されてましたね。で海洋拳ポーズの悟空ですね、次はね。で、デラックス F フィギュア、スーパーベジットと、ブルーですね、悟空ブルーで、コレクターブルーがチルドがいますね、ブルーリーでバーダックバトルオブサイヤン、で造形のね、クリエイタークリエイターがね、オーザルベジータっていうね、まさかのラインナップ、めっちゃリアル。これなんか前にあったよね、リアル路線のねプライズフィギュアあったよね、なんかセルのリアルとかフリーザのリアルエイリアンみたいなねリアルなやつがあった、あのシリーズに似てますね、はい。これも多分出来はすごいいいと思うんですけど、まあ取らないっていうか、まあいらないかな。で、はこれの、これドラゴンボールスーパーのあれですね、一時野球編やってましたけどね、それのあれですね、はい。バンプレストフィギュアコロシアム世界大会開催中、はい、ということで、で、現地行くとね、なんか造形を学べる教室みたいなのがあって、十何人かな、抽選で、選ばれて、実際作ってね、なんか、フィギュアもらえるみたいなんですけど、それにもね一応ちょっと整理番号もらって、抽選臨みましたけども、見事に外れましたね自分の次の番号の人が当たってました。もう引き取り違いでしたね。それはね、なんか、昇級、あれは初心者級、中級、上級みたいなのがあって、でどういうあれなのかわかんないんですけどね、そこでなんか今回は中川先生というね造形師の方が、レクチャーするっていう感じだったんでね、うん、まあ、どういう感じだったかは見てなかったんでわかんないんですけど、まあ、それにも見事外れて、もう本当戦意喪失で、まあうろついてたわけですけれども、そこでですね、まあ、まあその前に、ね、あれだ、入場者特典でね、一応、こちらのドラゴンボールヒーローズのね、カードがもらいました。まあ2枚ありますけれども、まあ今回も連れてったんでね、2枚もらいました。まあ、ドラゴンボールのこのね、ドラゴンボールヒーローズってもうやったことないし、やる気もしてないんですけどね、うん、まあ一応これはただ単に入場すると必ずもらえるんでね、まあもらいました、はい。で、で現地行くとね、結構ねこういうイベントがあるんですよね、まあ今回これも作っちゃいましたけど、合体ザマスとかね、なんかリアル脱出ゲームみたいなんじゃないけど、そういうクイズ方式のなんかね、合体ザマスやっつけろ謎解きラリーっていうのがあってね、これも全部遊び終わりました、はい。まあね、ネタバレになっちゃうんで、答えとかのせい、見せませんけどね。で、あとね、まあその後物販コーナー行きまして、そうですね、物販コーナーはね、何しろね、一番目当てのカードダスが転売屋で買い占められて売り切れっていうね、はい。で一応増産するんじゃなくて、プレミアムバンダイで受注生産に切り替えたみたいですね、なので現地行ってもただ展示があっただけで品切れってなってましたけどね、うん、ほんと転売屋死ねって感じですけどねいやほんと転売屋なんだまともな仕事しろっつうのよ、ほんと。まあね、そういう怒りもありましたけどね、であともう一つね、その今回の天下一武道祭、先行販売っていうガチャガチャがありまして、それをね、ちょっとやってきました、
まあ、こちらですね、わかりますかね、ドラゴンボールスーパーの、ドラゴンボールバトル VS のやつですね、それの最新版04、これがね、今多分、ガチャガチャでは出てません、天下一武道祭が先行で、販売してます。それがねあったんで、ちょっと何回かやってきたんで、それを紹介したいと思います。まずね、この色でわかる色でね、これはまた分かれてますね。この色のやつが、1個、2個、3個出ましたねいきなりダブっとるやないかいということでね、はい、まあ、一回ちょっとじゃあこれをね開けてちょっと組み立ててみましょう。まあ大体何か分かるよね、まあ、このこれでね、はい、はい、ということでね、一応組み終わりました。一応ラインナップ見てみましょう。はい、ドラゴンボール、ドラゴンボールバトルフィギュアシリーズ04、はい、はい、こんな感じですね、スーパーサイジンゴッド、スーパーサイジン孫悟空、ブルーで、通常のスーパーサイジンで、ジレン、はい、で、ゴジータで、ジャネンバ、はい、このラインナップですね。自分が一番欲しかったのは、このスーパーサイヤ人航空が一番欲しかったですね、はい、まあ一応ね、まあ5回回しましたね、はい、で、まあ3回ダブった、最初にいきなり3回もダブったやつが、ね、こちらですね、はい、ジャネンバです。はい、まあ、予想はしてた通りね、色で多分分かれてますね、まあ、これはドライヤーで温めれば治るから、まあ別にいいんですけど、周りはね、ただね、先行発売か分かんないけど、まあ見てください。はい、どうも。おかしいやろこの顔、色ムラ、もうちょっとここら辺ちゃんとしてほしかった。いやー、まあ先行発売だからかな、そういうわけじゃないかな、個体差なのかなこれちょっと残念ですよね。で、ですね、で3回ダブジャネンバ出た後に、出たのが、こちらですね、ゴジータ。これかっこいいと思ってる、すげえかっこいいと思って、天使の輪っかもついてるんですよね、まあジャネンバ編だからまあそうなんだろうけどね、はい、いやかっこいい、これ、うん、いやこれはねゴールドで、うん、塗装されてるし、これ何気にかっこいいと思います。これめっちゃかっこいいと思って、ちなみにカプセルの色は、黄色です。はい。で、次に出たのが、ポンとオレンジ色ですね。オレンジ色の玉が出て、まあ、大体お察しの通り、はい、出てくれました、悟空。はい。ブーに元気玉をぶつけている時のですね、バイバイ悟空。はい、いいね、ちゃんとゴーって書いてある、これいいね、なかなかいいですよね。いやでもなんだかこれが一番欲しかったんだけど、なんだかんだでこのゴジータが一番なんかかっこいいっていう、うん、ゴジータがかっこいいんだよな。ということでこれ先行発売、まあ発売いつなのかな、9月なのかな、一応ね、あの裏にあるこの UDM バースト27、これもねあったんですよ、先行発売で。まあでもね、子供がこっち目当てでやってるもんだからね、完売してましたね、はい、もう全然空っぽで、もうね、子連れの、男の人がね、これないんですかっつって、店員に聞いてましたけどね、売り切れですって言われてたみたいで、で若
巻なんか2個ぐらい残ってて、なんか大ざ なんかだけ書いてたな、うん。まあ、自分はね UDM よりこっちの方が良かったなと思ってやったんで、まあ、こっちももう残り少なかったのか、うん、まあでも余裕あったかな、まだこっちの方が、うん、っていう感じですね。これに関してはね、まあ、一般販売されるんでね、まあもうちょい待てば、皆さんが買えると思います。はい、ということで、ですね、で一応ですね、まあ物販コーナーで買ったやつをね、ちょっと紹介しようと思いますけど、まあ本当ね、あんまそこまでいいのを買ってません。はい、まあお金がないつうか高かったんだよね、どれもね、うん、だからもうほとんどいいかな。もうねサインもらえなかったので、繊維損失だしね、あのフィギュアの造形教室にも行けなかったので、もうダブルパンチでね意気消沈してたんでね、でそこに邪念波の3連発がとどめてきたんでね、いやーってことがあったのはね、はい、名台詞缶バッジ、はい、こちらですね、買ってきました。これはあれなのかな、会場限定なのかわかんないですけどね、これとあとこれですね、ドデカ缶バッジ、ドラゴンボールスーパーですね。これは、これも別に会場限定ってわけじゃないのかな、わかんないけどね、うん、これも、買ってきました。これはね、トランクス狙いで欲しいですね。まあ開封しますけどね。で、お次に買ったのがですね、缶バッジです。缶バッジしか勝てねえじゃんっていう感じだけど、ね、本当缶バッジしか買うものがなかったと。GT 編ですね。こちらがね、アニメ30周年記念とでか缶バッジ。ってことはやっぱこれは記念限定のやつなのかな。それをね、GT 編は3個買いました。これはねスーパーサイジン4とあとスーパーサイジン4の、ゴジータ狙いで出したいと思います。はい、っていう以上です。はい、いやほんとだってカード出すの買えねえしさ、もうなんかもう他にこれといって頼もなかったんでね、なんか悟空のスピナーとかあったけどね、あれってスピナーって俺やったことないけど、あれって面白いんですかね、なんかすぐ飽きそうなんだけど、うん、まああとね忘れる前にまあ紹介しておこうと思うんですけど、まあ行き そこに行く前にね、サンクス寄りまして、リポビタンデーを買いましてね、リポビタンデーでね、商品2個買うとね、1枚クリアファイルがもらえるっていうんでね、こちらのリボピタンで、はい、で限定の、クリアファイルベジータ書き起こし限定デザイン、はい、ノットフォーセール、はい、こちらとフリーズ、で、悟空、はい、こちらをね、まあクリアファイルは全種、全部3種なんでね、これとコンプです。はい、まあ、多分ねあの、まあ、リポビタンデーの柄がね、5種類ぐらいしかないんで、 1個はね、まあ、ダブって買ったんですけど、まあ、それもトランクスを選べましたね。はい、ということで、じゃあ続きをやりますか。はい、じゃあね、最初に名台詞、どうでもよくないけど、あの名台詞缶バッジ、これをね開封していきたいと思います。うん、こういう仕掛けか、ちょっとこれ綺麗に取れねえかな、ちょっと
試してみる。はい、ということでね、こうやってちょっとまああと残りましたけど、こうちょっとまあ綺麗に剥がれましたけど、もう一個はね、ビリッと破れちゃいましたんで、このまま開けちゃいます。じゃあまず1個目ね、どういうのがあるかっていうのがね、皆さんも気になると思いますけど、まあ自分もね、現地ってまあ面白いセリフのやつもがあったんでね、それが欲しいなと思うんですけど、それがね、父が悟空に言うねセリフで、仕事してけろみたいな感じのねバッチがあったんで、それ欲しいなと思いましてね、じゃあ行きます。いっせーのーせ、わかりやすく金色にしてみましたが、単純すぎましたかね。ゴールデンフリーザーだ、ゴールデンフリーザー、わかりやすく金色にしてみましたが単純すぎましたかね。使いはこんなねえな、名ゼリフ、名ゼリフ、名ゼリフか、名ゼリフに入るのか、そうですか。はい、じゃあね、元に戻そう。はい、じゃあ気を取り直して、2個目いきます。仕事してけろ、いきます。いっせーのーせ、あら、想像の前に破壊あり。あ、なかなかいいねセリフは想像の前に破壊あり、ビール様。そうだね、仕事してけろが欲しかったけど、仕事してけるようだったかどうだかそれ自体忘れちゃったけど、確かそんなようなことですね。これは、仕事してけるか、面白いんだけどな、これあんま面白い、それをね受け狙いで出たらいいなっていうので買ったんで、これ1個300円です。はい、なので2つ買いましたね。まあ2つにとどめておきまして、ね、で、じゃあ大きい方、今日大きい方、これは1個ね税抜き400円かな。これも綺麗に取れるか、ちょっとやってみよう。はい、不可能だな普通にこう切れちゃうね。うまいこと剥がせばいいんだけど、俺も大雑把だからな。よし、どっちにしろ、出すものは一緒さっていう名ゼリフを俺が吐く。はい、ではね、いきましょう。狙いはね、トランクスか、やっぱ悟空、ベジータ、そこら辺ですね。いきます。せーの、あー、そちらですか。ビールス&ウィス、ダブルですね。いやー、そっちかー、そうかー、何気にいい、自分が欲しいと思うものをね引けないっていうね、この引きの悪さ、俺のでも引きが悪いんだよな。はい、では2個目いきます。頼む、悟空かベジータかトランクス、いきます。いっせーのーせ、のーせ、せーのーせ、トランクス、きた、きた、トランクス、やっなぜ、やっとトランクス来た、かっこいいわ、この未来トランクスかっこいいよな。
今回のイベントもね、未来トランクスはかなり、活躍というかね、登場する場面が多いです、はい、いやーいいわ、よし当たった、これは満足、大満足の結果ですよ、いやーよかったよかった、よし、まあ、皆さん疑問に思ってるかもしれないけど、なんで出した後にこいつ丁寧にしまってんだって思ってるかもしれないけど、すいません、そういう性分なんですよ、はい、はい、じゃあね、実はねこっちが、私の大鳥です、はい、もうスーパーサイズ4狙いでいきますよ、どれも、もうこれももういいね、もうねビリっていっちゃおう、もうどうせうまく上がれねえんだから、ビリッビリッと、よし行くぜ、1個目来い、スーパーサイジン4だったらどっちでもどれでもいい、一斉せせのせ、SS4 孫悟空、いやあったぜ、いや一発目なんだかんだ引きいいな後半持ってくるところがやっぱさすがだね、うん、よし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 、次ベジータゴジータが来たらもう完璧なんだけど、そんな引きはね、もう神でしかありませんから、まあ、そんなのはもうはっきり言って一番くじ1回一発で A 賞当てるようなもんだからね、まあどういう確率かっていう話ですけどねじゃあ、2個目、まあここは早々にねゴジータを引きたいところだね、ベジータより先にで余裕を持ってベジータっていう流れがいい、まあ、いきなりね、これがいきなりパンちゃんの可能性があるからねって言ってるそばからね出たら本当はあれだけどね、いきます、いっせーのーせのーせのーせ、うそっしょこれ、ね、アリエンティ、こんなことありえる、本当に俺が言ってること全部出てるよ、うわマジかよこれ、いや買ってよかったなこれ、スーパーサイヤ人4ゴジータ、いやーねー、ドッカンバトルでもねスーパーサイヤ人4ゴジータやってますけどね、私もね、ゲーム実況の方ではね、低評価しかつかないんで最近アップしないですけどね、出ました、はい、ということでね、よしこれで皆さん来ました、リーチかかりましたよ、ベジータ来たら、これベジータ来たら、私ね、明日、死にます、俺の生死をかけたまさに決闘、行くぜ、いやーこれマジでベジータ来たらそれこそ本当やばいんちゃうかなと思うんだけど、皆さんこうすごいよ、俺がじらしてるように見えるけど実際じらしてますからね、はいでここで落ちてパンちゃんが出たりねいう可能性もある、よし行くぜ、いっせーのせのせ、あーこれ俺
日死ぬんだな多分。明日俺ちょっとすいませんね、明日から多分動画終了する可能性があるかもしれない。え、こんなことある？うわーマジでやっちゃったな。これいや、これ結構何種類、全何種類だっけ、全何種類とか書いてあったっけ。いや結構これ種類あるんですよ。全20種類くらいあったんじゃないかな。いやーこれはぶったまげだな。こんな引きの良さある？これでフュージョンしてゴジータですよ。いやーこの展開はちょっと考えてなかったから、リアクションに困っちゃって無言になっちゃったな。いやで、なんでこいつまた元に戻してんだって思うかもしれませんけどね、そこはね、正確です。はい、いやーマジか。ちょっと三連チャン邪念波出た時はもう終わったかと思ったけどね。はい、ということでね、帰りにね、まあ実際ね、あれどこ行っちゃったんだ、あこれか、これをね、この2つをこれも展示されてたんですよ、展示会に展示されてて、これも欲しいなと思って、もうその足でね、池袋だったんでね、そのまま、中野行きましてね、中野のとこお店のどっかで安く買えたらなと思って行ったんですけど、どこにもなかったですね。なんだ、人気あんのかわかんないけど、どこの店もなんか売り切れてたんだよな。で、あのなんだっけ、もう一個のなんかあの30センチ近いやつの悟空あるよね、なんとかなんとかってやつそれもね、もしあの展示されてて、思ったよりでかくてね、なんか結構1キロぐらいあるっていう噂の景品らしいですけど、まあ今多分ね画像で出てると思いますけど、これも欲しくてね、展示されててでかいじゃんと思って、MSP よりでかいって、だからそれも欲しくてそれも行ったんですけどね、ちょっと 高かったんですよ、オークションとかメルカリで買った方が安いと思ってね、それは別に現地で買わなかったんでね、もうすでにメルカリでポチりましたけどね、それは届き次第、アップさせていただきますけれども、でもね、ただ行っただけじゃないんですよ、一応爪痕は残そうと思ってね、何かしら中野行ったんでね、買おうと思って、こちら買いました。マンダラケ全部っていうね、マンダラケの、雑誌です。はい、オークションのね、いろんなオークションのやつが載ってますね。商品がオークションで参加できるっていうね。今回鳥山明が特集なんでね、裏側はね、なんとこれ。まあ、これでもう買おうと思っちゃいましたね。普通に天下一武道祭行った後だから、もうこれを見ちゃったら買わざるを得ないでしょう、まあね、税込み1000円ぴったりですけどね、はい、こちらを買いました。まあ後でゆっくり読むぜこれはね。はい、ということでね、以上になります。はい、なんだかんだでね、私は多分おそらく来週また再突入します。池袋サンシャイン待っていろ、今度こそサインを絶対もらってやる。まあそういうことでね、皆さんね、まあ見かけたらね、声かけてくださいって言っても私のね素顔わからないかと思いますけどね、まあ別のね、ゲーム実況チャンネルの顔出しとかしてますけどね、この動画のチャンネルでは一切顔出ししてませんけどね、まあだから、まあ行って現地行ってね、分かる人は分かったら声かけてください。あ、コズさんじゃないですかって言えばね、私のねサインあげますいらねえってね。はい、
ということでね、皆さん今回も長々とね、見てくれて本当ありがとうございますね。皆さんの応援がね、こういう動画を作る、やる気につながりますんでね、皆さんじゃんじゃんね、応援のコメントよろしくお願いします。あとね、できればいいね押してください。あとね、チャンネル登録してない人は、チャンネル登録していただけたら本当嬉しいです。はい、まあね、こうやってどんどんいろいろと紹介していきますんでね、まあメルカリで買ったね、フィギュアとか届いたらまたアップしますしね。はい、で一番くじやったら一番くじの、結果報告とかもします。はい、ということでね、今回も長々とね、ご視聴いただいて、ありがとうございます。ではね、また次回までごきげんよう。はい、って言ってるそばから紹介し忘れましたけど、物販コーナーで2000円以上かな買うと、専用の非売品スリーブがもらえますね、これね。はい、だから皆さんもね、物販コーナー行ったらね、もし、買いたいものが、ね、あれば2000円分買えばね、多分2000円分だと思うけど、こういうね、オリジナルのスリーブ、もらえますんでね。はい、これを紹介し忘れましたね。はい、まあなんてことはないね。はい、では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。